江戸時代の絵師酒井抱一の四季花鳥図巻。秋の描写は実ったぶどうから始まります。葉は赤く色づき始めています。大きなカマキリは秋の訪れを楽しんでいる様子。風に吹かれる白い菊の花々。紅葉した楓の木に止まるのは一羽の啄木鳥。啄木鳥は秋の象徴です。赤い帽子をかぶって冬支度を始めているように見えます。